ヒューレットパッカードの佐藤でございます。ちょっと座ったままで説明をさせていただきます。お手元の資料の第1の方をご覧いただければと思います。で、私の方からは このスライド1にございます内容で、少し私の方で、いろいろと関わっているところについてご紹介をさせていただければというふうに思います。前半は課題の話ですね。から後半に関して、どういう改善案があるのかというのは、ちょっと試案でございますけども、試案としてありますので、ぜひこの後の、意見交換の参考にしていただければと思います。では、早速ですが、めくっていただきまして、一応スライド2にですね、私の方、のちょっと関わり具合を書いてございます。で、多分今回のこのテーマに関して一番近しいところとしては、経済産業省に IT 融合フォーラムというところがあるというのがあって、そこのパーソナルデータワーキンググループというところが、この匿名化に関してのガイドラインの、提案書です。ガイドラインではなくて、ガイドラインをどう作るかという提案書を、5月に発行しておりますけれども、そのワーキンググループの方で作業をさせていただきました。今日のお話は、どちらかというと、その話がかなり、入っているというふうに思っていただければというふうに思います。そうしましたら、スライドの3ですけれども、スライドの3に、ちょっとここで改めて、なんですが、ですからご存知の方からすると、ちょっと、スマホの話ですが、個人情報保護法のちょっと定義を振り返っておきたいと思います。これ、第2条の条文をそのまま、そちらに、転載しております。で、重要なキーワードは、この下線が引いてございます。個人情報というのは何かということを、個人情報保護法が定義しておりますが、特定の個人を識別することができると。で、さらには、他の情報と容易にすることによって同じく特定の個人が識別できるものという2つを書いてございます。で、特にですね、この私どもグローバルでビジネスをしておりますけれども、この特定の個人を識別するというのは世界的に共通の考え方です。で、ただ、この他の情報と容易に照合するということを明記しているのは、おそらく日本ぐらいだというところで、ここがちょっと特徴的です。で、これがまさに、この後 ご紹介いたしますが、ビッグデータの時にややこしい問題をはらんでおるということです。で、先に結論というか、課題を下に書いてございますが、1つ目がですね、識別とは誰を主体とする基準なのかということが、実はこの法律は明確になっておりません。で、これはビッグデータが始まる以前の従来からの課題でございます。から丸2が、照合が容易か否かの基準は何かというのがありまして、これがちょっとですね、法律ができた当時想定していた、いわゆる計算機による照合の能力の前提が今時ちょっとずれてき始めちゃっているんじゃないかというところの課題の2点をご紹介できればと思います。で、次がスライド4のところで、ここもちょっと前提のことをご紹介しますが、この識別性の主体の基準というのがどういう問題なのかと、言いますと、こちらにちょっと図を書いておりますが、法律の第23条で、個人情報を第三者に提供する際には本人からの事前同意を必要とするということになっております。この時に個人情報を提供するというと、先ほどの第2条に戻って何が個人情報となるのかというところが重要なんですけれども、これが第三者が絡んだ場合に、下に表が書いてございますが、提供する側にとって個人情報、先ほどの定義を、当てはめるのか、受領する側にとって個人情報という定義を当てはめるのかというところが、実は問題になってまいります。で、極めて当たり前の部分は表の中の1行目ですが、提供者にとっても個人情報、受領者にとっても個人情報というのは、これはまさに、法第23条を使わないといけない状況が発生するわけですね。だから右側に法適用ありと言っているのは、上に書いてございます。提供にあたって本人からの事前同意が必要になるということを意味します。で、次が、提供する側にとっては、識別性がある。で、受領者にとってはない。だから俗に言う匿名化をした場合にどうかという話ですね。だから提供する側の、事業者の中では個人情報なんだけれども、それをいわゆる個人情報にはならないような形に加工した上で渡すというのが2行目でございます。で、これがですね、法適用ありということになっているというところが1つポイントです。で、これは経済、法条文からは類推できないんですが、経済産業省の出しているガイドラインの Q&A 集の Q14 番問題と呼ばれていまして、94番に明記されておって、これは、個人情報法が、制定された直後からずっと変わっておらない、考え方です。で、次が、
その逆の場合も実はあるんですね。提供者側にとってはないんだけれども、もらった側がより多くの情報を持っていて、結果的に個人情報につながってしまうという場合の×丸という組み合わせですが、これは今のところ法的にはないと言われています。で最後の方はもうこれはもう全く関係ない話ということになりますので、××でこれはないというところですね。だからこの、丸と×のところが、現状ではこの表を見る限り、提供者基準で主体性が判断されているというふうに考えられるんですけれども、これの根拠となるのは、実はこの経済産業省の94番の記述しかないわけですね。法条文は先ほど前のスライドでご確認いただいた通り、第2条に書いてあるところは、はっきりと提供者だと書いてあるわけではないんですよね。ただその、ガイドラインでもなくて、その下にある Q&A 集というところに書いてあると。いうようなことで、この法解釈をするというところが、ちょっと、どうかというのをちょっと後ほど、問題提起したいと思います。それから次のスライド、スライド5に参りまして、ちょっとこの後の、使う言葉の整理のために、言葉の整理を書いております。実名と匿名と読むんですが、匿名は実は2種類あって、仮名と無名というものですね。加盟というのは、いわゆる ID 番号だけは残っていると。無名というのはもうそういうものも取っ払っちゃいましたというようなものです。ちょっと下に書いてございますが、もともとの実名が佐藤、鈴木、田中だった場合に、加盟というのは佐藤を A と呼びましょうと。鈴木は B と呼びましょうと。田中さんは C と呼びましょうとするものが加盟です。で、無名というのは、それらを全く、区別ができない状態にするというようなものですね。で、ちょっとさらにそれを次のスライドでご確認いただきますと、例えば、購買履歴のようなものが、匿名化されたといったときに、2つのパターンが出てくることになります。まず、実名で、例えば、ここに書いてあるような、まあ、ちょっと稚拙な例ですが、2013年9月3日に肉屋で豚肉を500円で買いましたというような購買履歴があった場合に、佐藤さんと書いてあれば、これは実名記録ということになります。で、これが、佐藤という名前は決して A に書き換えてありますという場合ですね。その場合には、これ、仮名ということになります。でここの部分何もありませんと。一番この表で言いますと、一番右側の列しか存在しないものは、これは無名ということになります。この、一番右側の列だけのものは、これはもう個人情報ではなくなります。から、実名のものに関しては、これは個人情報ということになります。で、ややこしいのはこの仮名と言っているところですね。A だけにした、B にしたといったときに、これがどうなるのかと。そうするとまさにですね、この A が佐藤さんであるということを誰が識別できると、これが個人情報と考えられるのかというこの誰がというのが先ほど、前のスライドでご紹介したように明確になっていないというところからこの A があったらダメなんじゃないかそれとも A があってもいいんじゃないかというところに問題が出てきます。でこれが一つ、この識別性の主体の基準の問題なんですがさらにちょっと今申し上げたことを絵に、してみますと、これが第三者提供の時には、この主体がですね、提供者か受領者かという問題に加えて、提供者と言ってるのは事業者全体なのか、提供する事業者の担当者レベルでいいのかという問題もこれ明確になっておりません。こちらは Q&A 集で も明確になっておらない領域になりますが、この今、仮に匿名化、今これ匿名化してもダメということが先ほど914で、なってるんですが、これか仮にですね、これが提供者が何らかの加工をすればいいということになった場合に、この加工したときに現行法ですと、事業者という主体に関しては事業者しか出てきませんので、ここの A で言いますと、個人情報を何をいくらどう加工してもですね、左の個人情報が残っている限り、この事業者にとってはこの匿名化情報というのは個人情報と結びつけられる限り、これは右側の方に出しても、これはそもそも個人情報のままになってしまうわけですね。極めて明確なケースは、この事業者内で元となっている個人情報を消してしまいます。匿名化処理をした直後に消したらこれは、明確に、いわゆる無名化処理がされたということになるんですけれども、ただこれは、まあ、結論から申し上げると、この後ですね、ビッグデータの処理をする際に、この元が消せるようなものって逆にあまりないので、この部分はなんとか勘弁してもらわないといけないわけですよね。この匿名化はどういう条件で匿名化をしましたと。で、そういう状態になったら、これは、個人情報ではないということに持っていけないと、まあ、事実上もう議論の余地はなくてですね、個人情報を持っている限りダメということになってしまいかねないというところです。でその時に、何がここで問題になってくるのか、そうすると先ほどの佐藤さんと A さんという
票を持ってるか持ってないか問題だけなのかといいますと、次のスライドに参りまして、その時に、日本固有の、法律条文の問題、いわゆる容易に照合できるという、用語があるので、この照合が容易かどうかというところで、実はそこの部分、票を捨てたにもかかわらず、例えば購買履歴の内容から、個人のところに もう一回戻すことができなくはないですよね。これあの ID 番号だけ消しても、 ID 番号と本人の、名前の票を消しても、これ照合していけば、あの元の情報を持っている限り元の情報にたどっていきますので、そうするとこれがですね、どこまでやればいいのか。で、これが冒頭申し上げた通り、個人情報保護ができた2004年当時は、まあ、そんなにはですね、この相関分析や、照合分析をする能力がないことがやっぱり想定されて作られていたわけですけれども、おそらくですね、今の、技術をもってするとですね、元のデータがある限り、これはもうコンピューターでぐるぐる回せばですね、これ、たどれないということはほぼ考えられない状態ですね。そうすると、何をもってしてこれが容易というふうに考えていただけるのかと。これはもうコンピューターでできるんだったら容易じゃないよって言われちゃったら、これ全てのことは照合可能であるということになってしまうというところの問題をはらんでおります。で、次のスライドですけれども、これに関しての考え方、どういうふうにこの容易というのを考えていくのか、実はこの部分がもう技術では、基本的にはできますので、管理形態としてですね、例えば、管理職、マネージャーの決裁がなければ、そういうことができないようになっていればいいというふうにするとかいうのも一つの手ですが、管理にも輪を広げませんと、単に技術の問題だけで、この、照合性というのが、容易でなくすということは、技術的にはもう今は考えにくいというところを、どうしていくのかというところの考え方が示される必要があるというところになっています。で、ちょっと話は変わりまして、じゃあここでいくつかですね、この法第23条に関してを今、繰り返し述べたんですけれども、この法第23条の第三者提供同意問題が起こるのは、このビッグデータの使い方が、ここの図に、スライド10に書いてあるような、ビジネスのモデルと、それから情報流、省流によっているためです。一番左上のところが元々の個人情報を取得した事業者ですね。で、それを右上にある分析加工等をする事業者に何らか渡そうとしているわけです。で、例えばこれを広告に使いましょうということであれば、右下に広告等をする事業者がいますと。で、さらにはその右側にその広告を実際したい広告主がいるというのが、多分かなり一般的な、ビジネスモデルだと思いますが、で、この結果、右下の広告主の期待する広告が、広告等する事業者によって、元の個人の方々に、まあ、マクロになる、いわゆるワンバイワンになるのか、マスかは別として、何らかの活動につながるという、回し方になるわけですね。で、この時に左上の事業者が右上の事業者に渡す時に、今の個人情報の第三者提供問題というのが出てくるわけです。で、この非個人情報化ということをしないと、ここの分は同意が必要になりますというところを先ほど申し上げた通りです。で、ただこれ、現状では、先ほどの経産省94番問題がありますので、そもそもこうやってもこれは同意は、非個人情報化したとしても同意は必要ということになるんですけれども、ただ仮にそこが突破できても次のハードルというのが存在してくるというところです。で、ちょっとここは結論は申し上げませんが、下の、11と見比べていただくとちょっと分かりやすいんですが、仮にですね、これが、一社完結型でやる場合には、この第三者提供問題が発生しないんですね。だからこの左上の事業者が取得した個人情報は、簡単に言うと利用目的さえ書いておけば自由自在に使えます。で、この事業者が従来型の分析加工事業や広告事業を外出しにするのではなくて、直接広告主から広告をもらってご本人に営業宣伝広告活動支援をするというモデルの場合には、実は今日ここで問題提起した問題というのは一切発生しないというところがございます。で、この部分をどう見ていくのかというところですね。この 分業型のビジネスモデルというのは、もうこれは避けて通れないと考えるのか、それとも一社完結型でできるんであれば一社完結型という選択肢をこれから考えていくのかというところが出てくるかと思います。ちょっと次のスライドでまた、もう一回話が変わりまして、そうすると、こんなことは、よくあるパターンとしてアメリカではもう解決してんじゃねえかというところがあるんですが、結論から申し上げますと解決しておりません。で、FTC による参院要件というのがありますが、これは FTC がこれを十分条件として出したわけではなくて、
これまでバラバラに、言ってきた、判断を、後からまとめてみると今少なくとも3つあるという必要条件の中の、まあ、まず洗い出された3個というのが現実的な問題です。ですからこの抑制信用3要件は、まあ、出発点にはできますけれども、これが十分条件になるようなものではないし、海外にこの先例はないというところです。ただ海外に先例がないちょっと特徴の一つはですね、この前のスライドにございました、海外は実はスライド11型の一社完結型でこれらのマスマジックもやっている場合が多いんですね。で、やっぱりこのスライド10型の分業型でなんとかやろうというのは、日本が少し固有の問題を生じているというところがございます。で、以上が、問題の提起なんですけれども、この後ですね、じゃあどうすればいいんだというところなんですが、先ほど経済産業省の94問題ありましたので、まず、現行法に沿ってビジネスはすべきでありまして、でビジネス都合によって拡大会社を作り出してですね、本来は本人からの事前同意が必要とされるデータについて同意を得ずにデータ活用を開始するということは私はしない方がいいんじゃないかと思っております。でそれをすると何が困るかというとですね、まさに一昨日ですかね、IT 戦略本部にパーソナルデータ検討会が設置されて、ここで新聞にも載っておりますが、もう法律改正は前提として考えてやるんだと言ってるわけですね。個人情報保護の改正がこれから始まります。この時にこういう拡大解釈をした状態で、法改正が行われますと、産業界はそもそも決めた基準を拡大解釈してルーズに使うんだということになると、これ法改正の結果が厳しい方向に、入っていく可能性があります。産業界は、比較的、法の趣旨をちゃんと理解した上で、その条文の荒れ足を取ったり、まあ、脱法まがいのことをしたりしないでやるんだというところの姿勢を見せておかないと、この後の法改正の方向が緩和ではなくて規制強化になってしまう可能性があるために、こういうことは今はやらない方がいいというふうに考えております。だから、すいません、今申し上げたことはスライド14にも書いてございますね。2点目、まず加盟情報の存在をごまかさないということが重要です。先ほど申し上げたように加盟情報というのは、どうやったら、実名になるのかといったところに関して、もしかしたらリテラシーのない方は、今時のコンピューターでその、表がなくなれば実名に戻らないと思っている方々もいるかもしれないですが、正直ベースで言えばそんなことありえません。今のコンピューターの計算能力を持ってすればできますので、このことをですね、できることを、まあ、できないというふうに言わないことは嘘ではないんですけれども、いわゆる不作為の罪のような状態でですね、これ説明を省いてしまって、で後になってから利用者が勝手に誤解してたんでしょって開き直るのは絶対やめた方がいいですので、そういう意味ではこれちゃんと正直にですね、加盟情報があるんであれば加盟情報がありますと、ただこういう形で実名にしないという対策を取ってますというようなことをちゃんと表明するというような姿勢を見せないと、先ほどの丸1番目の問題と同じで産業界自体が不信感を持たれてしまう、そうすると法改正が厳しくなるというところがあります。で、1番と2番はそういう意味でちょっと自粛の話なんですが、ただ一方でですね、じゃあ現行法でできることは実は同意を取得すればできるんですね。で、ただじゃあこれを、すぐにやればいいのかというと、ここで要注意なのが、まあ、我々が目指すところが、法改正が、規制の緩和だとすればですね、この後法が緩和されるという想定に立ったならば、現時点で同意を取ってしまうと、実は同意を取るという言葉は前向きなんですが、同意を取るという活動をすることは、すなわち不同意を取ってしまうということになります。ですから同意を取ろうとしたら同意してくれない方は不同意したということになるので、そうすると、現時点で不同意された情報に関しては、この後法改正で、緩くなった後にも、もうすでに不同意されちゃってますので、そのデータ使えません。で、これを招くために、この不同意はですね、やっぱり、消費者に対して安心を定着させてから同意を得始めれば、もしかしたら不同意率が下がるという可能性もありますので、この部分に関しては慎重にやらないといけないというところがあります。だから自粛で来るんですが、じゃあ、合法的に同意を取ればいいのかというと、時期の問題というのがあって、今同意を取るということは、すなわち言葉の裏には不同意を取るということになりますので、不同意を取ってしまったらそのままデータは塩漬けになるということになります。で、この塩漬けは避けなければいけないんじゃないかというところです。で、その観点においてはスライド17にありますが、まあ正直、1、2、3に関しては各社がそれぞれ判断することなんですけれども、
このビッグデータに関しては、非常に、経済的に重要なデータをどこかの会社が不同意取ってしまいますと、その後他社も、結果的には使えませんので、これは自社だけが、まあ、別にいいんだよと、うちの会社は、ダメ元で取ってしまって、ダメだったら別にもう全部データ使用付けでいいんだよって言われちゃうと、その後それを使った別の産業がですね、回らなくなりますので、これに関しては、何らか、みんなの、利益を考えながら進めた方がいいんじゃないかというところが私の考え方です。で、今までのところが、まあ、各社で判断しなきゃいけない内容なんですが、この後、対外的な活動としてはですね、まあ、もうすでに口頭で申し上げましたが、保護の規制強化の方ではなくて、やっぱり利活用のバランスの取れたものとなるように方向づけていただく必要があるというふうに考えています。ですから、経団連としてもそういうことを要請していくということが非常に重要です。で、これはただですね、まあ、ここに書いてございます。法律の第1条にはっきり明記してあるんですね。個人情報の有用性に配慮しつつ、権利利益を保護するということを目的とした法律であると書いてあるので、この個人情報の有用性への配慮というのをぜひちゃんとしていただきたいという形の、まあ、かなり正論な要請をすればいい。で、ただ、この時指摘すべきことは、現行法においては、この下線が示した有用性に配慮しつつと書いてあるんですが、その後の条文には一個もですね、具体的にこの有用性に配慮する条文というのはないんですね。すべてが保護に関する、条文になってしまっていると。でもこれは法律の名前が保護法だからしょうがないだろうと言われればそうなんですが、じゃあこの有用性に配慮しつつっていうのは、なんか枕言葉なだけですかっていうところは、まあ、ある意味あり足を取ってですね、この部分をちゃんとやってくれというところが必要かと思っています。で、そのためには、最後ですけれども、まず一つ、先ほど申し上げたように、Q&A 集で、法解釈が最終的に確定するような現状の、ものに関しては、やっぱりやめていただきたい。法律ではっきりと分かるようにしていただきたい。で、これは前回の会合でも申し上げましたが、特に私ども外資はこれは特にやっていただかないと、本社からするとですね、そんなこと法律に書いてねえだろうっていう話になっちゃうんですね。いえいえ、日本ではその下にガイドラインというのがございまして、さらにはガイドラインの下に Q&A 集もあって、そこを見ると書いてあるんですが、これなかなか辛い状況です。ここはもう改善していただきたい。あとこれは前から言われていることですが、いわゆる所管省庁ごとにこのガイドラインが分かれているわけですけれども、これの共通項と個別項の区別がほとんどつかないというような状態になっております。で、そういったような体系化に関しても、ちゃんとやっていただきたい。これはただですね、現在消費者庁のところのホームページに平成20年の政府の表明として共通化の作業をするってはっきり書いてるんですが、その後22年にですね、ちょっと作業が遅れてるっていう報告があって、まあ、未だに何もしてない。これは本来今回の件、ビッグデータと関係なく、本来すぐにでもしていただかないと困ることだというふうに考えております。2番目がこのまさに活用にかかりますが、保護についての必要条件だけで十分条件がない事項が多いんですね。そうすると結果的には、保守的に考えれば、まあ、使えないということになりますので、十分条件が示せない場合もあると思いますが、示せる場合もあるので、示せるんであれば示していただくと。で、これ、保護に関しての十分条件が示されるということは、その対策をすれば活用していいということになりますから、保護の十分条件を示されることが活用条件の提示になるんだろうと。まあ、法律の条文に個人情報を活用しなさいという条文はありえませんので、実際には先ほどの第1条の配慮してというのは、この十分条件を示した条項がほとんどない。というところが問題だというふうに考えております。で、3番目、保護策については、学識だけではなく実務経験に基づく実効性の確認を踏まえて検討していただきたいということも要請した方がいいんだろうと思います。その IT 戦略本部のパーソナルデータのワーキンググループ、検討会を見ましても、やはりまあ法律の話ということで学識者に偏っておるんですけれども、やっぱり最後対策を実施するのは私ども産業界ですので、この実務経験上その対策が本当にできるのかできないのかというのを踏まえてですね、できもしないことを書いていただくと結果的にはできないので、で、それできないということは活用できないということにつながりますので、この部分に関しては実際落としどころがあるのかというところも踏まえて実効性のあるものを考えていただくということが重要だろうというふうに思っております。ちょっとかなり長くなってしまって申し訳ありませんが、どうもありがとうございました。ご質問の方は、